武蔵小金井駅の北にある小金井市欅通り商店会。近年は商店の隙間に民家が目立つ。その15年前だとまだこの奥にはお米屋さんがあったりとか八百屋さんがあったりとか、もうみんななくなっちゃいましたけどね。寂しそうに話す商店会会長の増田さん。この辺に映画館があったというふうに僕は聞いてるんですけど、町のレガシーにあやかって商店会を盛り上げようとしたものの、とにかく経費がかかりすぎて個々のお店にどうフィードバックされるのかっていうところでまだ疑問を持ってる。こんなんじゃ商店会が組織として成り立たないと思って、やっぱり証拠を作ろう。地域の人を求めてることを聞いてこそ商店会、商人だからやっぱそれは地域の人に直接聞こうぜってなって、近隣の人々を対象にアンケートを実施したのだが、アンケートなんか取らなくたって、私たちは何十年もこれ商売やってるからみんなの気持ちは分かってるんだみたいな怒られちゃって。しかしアンケート結果には、買い物のしやすさとか品揃えの豊富さとかそういうのばっかり来ると思ってたんですけど、もちろんそういうのありました、あったんですけど、面白かったのがその子どもの見守りとか高齢者の見守りとか安心して集まれる居場所づくりとか、すごく福祉的な要素が結構上位に来てて、結構それは僕もびっくりしたんですよ。そういえば高齢化の波をかぶり、商店会の会員構成にも変化が。昔ながらの商店っていう感じじゃないところが結構会員さんで今入ってくれてたりとか、こちらのひばり薬局さんも商店会議、あそこの診療所もうちの商店会員さんですね。ど素人なんで僕ら福祉のことに関しては、あ、この通りには本庁高齢者在宅サービスセンターっていうところがあったなと思って、あそこは福祉事業所だよなと思って相談に行ったんですよ。来週8月29日水曜日の、福祉のど素人が福祉のプロと意見交換会を立ち上げ、なんと代表に。地域包括ケアシステムを、どのようにこう進めていけばいいのかということに関して言うと、主に社協さんが担うようなイメージでして、商店街さんとの交わりから生活者主体の、目線というか、それがとても大事なんだなというので、私たち自身が逆に目から鱗と言いますか。この奇跡のコラボから生まれたのが欅通りでかくれんぼ。スマホアプリで得た情報からお祭り会場に隠れている認知症による行方不明者役の人を見つけるゲーム形式のイベントだ。捜索依頼のボタンを押しますと、私の中心にいるアプリを持った人たちに配信されてます。でクリックをするとお祭りの表記が入った状態で市長の写真が出ます。でお母さん方にはこれをダウンロードしていただいて、子どもたちは市長の写真を見てお祭りの中で探すゲームです。で見つけるとニックネームをきちんと呼んでからスタンプをしてっていう形のルールにして、ちょっとポケモン GO っぽさもあってか大盛況。五条を ICT の技術でサポートすることで何か新しい価値が生まれるんじゃないかっていうのがそもそものきっかけです。この高原さんと会長をつないだのがこちらの方。家族が介護をするにあたって地域っていうのは外せないんですね。日中いる方々っていうのが非常に大切。そこでやっぱり商店街っていうところの温かい見守りですよね。マッチングできたらいいなっていうところは何か生まれるのではないかなというふうに思いました。子供を持つ若いお父さんお母さんとか、お孫さんがいるスマホ持ってるおじいちゃんおばあちゃんとか、今まで集まらなかったタイプの人たちが大勢集まってくれたんですね。徘徊者を探してくれる側の若い世代とか、要するに地域にずっといる世代の人たちがプレイヤーとして集まってほしかったっていうことが叶ったんですよね。それでね、だからそうかくれんぼっていうゲーム感覚にしたっていうのが多分おそらく画期的だったのかなと。やっぱり若い人も考え方がね、その時代に合ったことをやんないとね、若い人に足引っ張ることはよろしくないなと私は考えていますね。今みんなクローズドな商店なんですね。売ってる人が見えるような
商店街にしてもらいたいなっていうのがお願いですね。アンケートに背中を押され、商店会を地域に開いたら、そこには思いがけない仲間との出会いがあった。